男なら黒肌こそが力かな。油断してるとやけどしちゃうぜ。政治経済にはうるさいけど納税額は少ない。とほほな日焼けサロン通いの人間光合成黒肌貴公子ことまったり音屋です。エンジンは台湾製、組み立てはドイツ。ハーフの子を産んで育てたかった意識高い系のドイツ人と台湾人の間に生まれた街スクーターの貴婦人 BMW650GT です。 WHO は中国の操り人形だ。コロナではなく中国ウイルスと呼べ。トランプ大統領は新型コロスケ騒動の最中、相変わらずただただ感情的な政策をとっているように見えるけど、実際にはとても巧妙なストラテジーなんだよね。ご存知の通り、米中覇権戦争は2018年から始まってるんだわさ。新型コロスケも米中情報戦に発展してるわね。アメリカはパンデミックの原因は中国と WHO だとプロパガンダしちゃって、中国は新型コロスケを武漢に持ち込んだのは米軍だとプロパガンダしてるよね。さてここで問題です。この米中覇権戦争勝つのはどっちでしょうか。ほとんどのピーポーが中国って答えるわね。実際、音屋もついさっきまでそうだったし、わらわら。ほとんどの地球人は、19世紀の覇権国家はイギリスだった、20世紀の覇権国家はアメリカだった、21世紀の覇権国家は中国になるって考えちゃってるよね。でも、値はアメリカが勝つって確信してるんだわね。歴史的視点で見てみると、地球上の覇権戦争で勝った国と負けた国にはそれぞれ特徴があったんじゃや。過去500年ほど歴史を振り返ってみるだわさ。まず16世紀後半から17世紀前半、1568年から1648年にかけてあった戦いで、スペインとスペインから独立したオランダの独立戦争、通称80年戦争ではオランダが勝って独立を果たしたんだよ。17世紀の終わりから19世紀の初め、1689年から1815年にかけてイギリスとフランスで第二次百年戦争があって、これはイギリスが勝って後のパクスブリタニアっていう繁栄を築いたんだわね。20世紀にはイギリスとドイツの間で1914年から1918年にかけて第一次世界大戦、1939年から1945年にかけて第二次世界大戦があったんだけど、2回ともイギリスが勝ったんだよ。20世紀はアメリカとソビエトが地球の覇権をかけて戦ってたけど、勝ったのはアメリカだわね。ここまで見てみて、勝った国と負けた国にはそれぞれ特徴があるって気がついた視聴者さんもいるんじゃないかえ。勝った国はより国民が自由だった。負けた国はより独裁的だった。20世紀の東西冷戦を思い浮かべればすぐに理解できるよね。アメリカは民主主義の国で、ソビエトは共産党一党支配の独裁国家だったよね。当時のイギリスとドイツでは、イギリスは立憲君主制の民主主義の国で、ドイツは地上で最も権限が強いと言われた専制君主の皇帝ヴィルヘルム2世が統治してたんだわね。その前のイギリスとフランスでいうと、イギリスでは1688年に名誉革命が起こり、絶対君主制から立憲民主制になってたんだ。どもフランスでは絶対君主のルイ15世が1715年から1774年まで長期間支配してたんだわね。ルイ16世の時代、1789年にフランス革命が起こって一時的に共和制にはなったけど、1804年独裁者ナポレオンが皇帝になったんだが、ナポレオン時代に第二次百年戦争があったからより自由なイギリスが勝ったのはわかるわさ。スペインとオランダを見てみると、独立したオランダは共和制の国だったんだよね。正式名称はネーデルランド連邦共和国って言って、当時としては珍しく先進的な手法の独立性と個人の権利、特に私有財産の権利を保護してたんだよ。すごいよね。というわけで、オランダ対スペイン、イギリス対フランス、イギリス対ドイツ、アメリカ対ソビエト、いずれの覇権戦争でも勝利したのは国民がより自由な国、ランネ。そう考えてみると、21世紀に入ってアメリカと中国が地球上で覇権戦争してるけど、より自由なのはどっちかな。もう言わなくてもわかるよね。歴史はアメリカの大勝利を教えてくれているよ。ところが日本の政治家はアンコンタンだから、それがわからないんだわね。第二次世界大戦の時はドイツがイケイケだからドイツが勝利すると判断しちゃって、1940年に日独同盟を結んじゃうんだわさ、わらわら。21世紀になっても日本の政治家は大して変わんなくて、2018年に米中覇権戦争が始まったのにもかかわらず、2019年に安倍首相は現代版ヒトラーの習近平を国賓として招待することを決定したんだよね。コロスケの影響で延期になっているとはいえ、そのうち習近平主席は国賓として来日するんだろうけど、僕たちは勝ち組側につかないといけないよって写主の原稿はそう書いてるけど、実際アメリカは中国に勝てるんかな。僕は新たなる冷戦の始まりで、アメリカ側の現在の先進国や民主主義国家と、中国側の発展途上国と、国民の自由が少ない国家との二極化するんじゃないかなって見てるよ。ウッド主には悪いけど、アメリカの大勝利ってことにはならないと思うんだよね。だから皆さん、2030年の北海道新幹線札幌延伸開業時に地球の覇権国家はどこか皆さんかけようよ。アメリカか中国か違う国か予想しようよ。現実的には自由主義経済の国をコストとかの関係で独裁的な国家に製造拠点を持ってたりしてるし、アメリカと中国どっちもどっちってことでないかえ。どの道マズゴミが言うような、単純に中国が21世紀の覇権を握るってことはないと思うじゃね。